とりあえず掘り起こしを行おうと思います。でこっちが、部屋の中で置いといてます。でこっちが、軒下で置いといてます。ちょっとこの場合が多いんですけども、ちょっとこの2つをね、開けていきたいと思います。で、これ亀の外用のケースなんですけど、これプラスチックの陸に、100円ショップで人工芝を買ってきて、くくりつけてみました。結構ねこれ亀が喜ぶんで、亀飼ってらっしゃる方はいいと思います。がまあこのケースはねちょっととりあえず土を出すためのケースということで、じゃあやっていきたいと思います。じゃあねまず室内に置いといた方がケースからやっていきたいと思います。で上の方で張っていたやつは、先に回収しております。ちょっとマットが柔らかすぎた、水が少なすぎたんで、羽が若干不全なやつも出てたんですよね。いたやっぱりね親が赤かったのでメスも結構赤い感じですね。いいですね。いましたね。これも赤いメスちゃんです。メスばっかり出てくるな。はいはいはい、あこれもメスですね。メス率なんです。なんとまたメス。なんとまたメスでございます。何この異様なメス率。ういなんとこれまたメスでした。部屋内の方を掘り起こしてみました。なんとですね、すべてメス。この奇跡ですね。ちょっとオスが欲しいんですけど、立派なオスが。お、いきなりオスですが、ちょっと不全になっちゃったんですね。かわいそうですけど、角がびよびよですね。お、これはお、いい赤カブちゃんですね。かっこいい。メスちゃん、よいしょ、あいいっすね。めっちゃ赤い、めっちゃ赤株です。いいね、いいですね。カブちゃん出てきた。土が柔らかすぎちゃったね。じゃあこいつらはムシムシランドに放します。よいしょ。はい、ちょっと言い方のペアはちょっと別ケースに入れて買っていきたいと思います。本日はカブトムシの掘り起こしをしていきました。ちょっとね、知り合いの方にたくさんあげたりとか、20匹弱ぐらいですかねでしたけれども、一応成虫になりました。